バイク女子チャンネル。はい、どうもパルパルです。2019年に引き続き、今回から2020年北海道ツーリング始まります。よかったら最後までご視聴お願いします。それではスタート。バケクペパルパル、どうもパルパルです。今どこにいるかと言いますと、じゃん、着きました。風が、やっと大洗フェリーターミナルに到着しました。こんな感じで後ろに積んでるのと、タンクバッグとこのリュックを背負ってて、今ね5時ぐらいかな。これから乗船手続きをこの建物でしてから、もう一個奥にあるやつに乗ります。今日ね、出てきた時に思ったのが、普通のツーリングと違って出る時にめっちゃドキドキする。はい、これをね、バイクのここにつけます。ご飯がね、コロナでないみたいなんで、近くのコンビニくんまで、よいしょ、よいしょ、はあ、さて乗りますよ。はあ、大丈夫かな、ここね。あー、乗るんだ。やばいやばい、乗る。もう乗るってなってくると超緊張するんだけど、やばいね。あー、怖い怖い怖い、もう怖い怖い、ここだけはほんと怖いよ。結構でも思ったよりもバイクの人がいる、もっと全然いないかと思ったけど、はーい。わー、この真ん中を行きたい。おおおお、いや、あ、やばい。今度は左ですね。はい、左ですね。あ、で降りるんですね。あーで U ターンですね。やばい、おー、 U ターンだぜ。あー、先頭に止まるとあそこに行けるんだ。あー、はい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 、あ、 U ターンうまくいった。あー、よかった。おー、怖かった怖かった。うん、あー、ドキドキした。ほんと、あ、このね、ゆっくり行くとね、この黄色い下のやつに、おお、乗り上げちゃってね、結構危ないんですよこれ。あー、あー、着いた。ちゃんと着いたぜ。やばいやばい、もうなんか緊張して何すればいいか分かんない。何をすればいいんだ。よし、最高。ごめんなさい、ちょっと閉めるボタンのご協力。あ、はーい、はーい、はいはい。ツーリングでプレミアム泊まる人とかいないよね。私もだって一人で普通に来てたら絶対泊まんないもん。すごい恐縮なんだけど。はあ、おー、すごい。ホテルの部屋なんですけど。もったいない、こんなの一人で泊まるの。すごいよ、だって見て。うわー、すごいよ、すごい、すごい。いや、気持ちいいね、これは。最高だな。もうすごい汗かいてたし。お水まで置いてあるよ、すごーい。じゃあ早速ちょっとルームツアーをしていこうかと思います。せっかくなんでね、紹介していきたいと思います。一番感動したところから紹介すると、ここです。あーみたいな、ここに誰もいない。
一番嬉しいのは、すごい女子的にやっぱ嬉しいのはさ、トイレに、あ、違う、トイレにじゃない。部屋にトイレと水道とお風呂がついてます。1K のユニットバスみたいな。それより広いかも。ウォシュレット付き。ハンガー掛けとか、鏡もあるし、空気清浄機もあるし、至れり尽くせりです。優雅に行こうかなと、せっかくなら。バナーとサラダ、いなり、巻き、野菜スティック。これ結構好きなの。ベーコン。潰れたチャーハン。船の跡がさ、また言うた。怖い怖い怖い。よいしょよいしょ。はい、まだ行けませんよ。はい、行くよ行くよ。おー、やばい、皆さんありがとうございました。よいしょ。あ、真ん中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 。あ、着いた。おー、すごい、すごい。泣きそう、なんか、あ、もう泣く。あー、すごい、ついちゃった。あー、もう感動してる。泣いております。あー、めっちゃ、なんか、あー、でも一回止まらなきゃね、ナビをちょっとやらないといけないから。あー、ついた。やりました。あー、すごい、もう手が震えて。一回でエンジン切ろうかな。あー、着いた。おー、着いた。ほうたる。さて、それでは行きたいと思います。今日はですね、富良野まで行きたいと思います。ガソリンスタンドに寄ってから行きたいな。なくなっちゃったら大変だもんね。はあ、もうこのね、ドキドキ、こっちでいいのかなって。ドキドキ感はもう去年と変わらないというか、なんか去年は感動だけだったんだけど、なんか今年は、あー、戻ってきたーみたいな感じで、すごいなんか泣きました。涙がちょっと出ました。いやー、すごいなー。でもね、曇りだね、やっぱり。あの、苫小牧は前回もそうでね、17度くらいでちょっと肌寒い感じです。いやー、でもほんと、もう右に行くから右の車線に行くと、すごい、あー、寒い、結構。あ、そうだ、ウルトラライトダウンってね、持ってきたんですよ、今回は。今さ、めっちゃさ、エンジンうるさかったけど、取れてるかな。もうつけてないからさ。はい、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 右折しますよ。北海道で右折しますよ。ちょっと
っと心を満タンにしたいんで、コスモ石油まで。